すぐ再開。すぐ再開します。そうするとそのまま見れるんだ。そうそうそう、そのまま見れるのよ。じゃあ、オープニングに切り替えたので、はい、で、リクエストソングも準備できているので、そのまま行きましなんょう。だっけ？はい、じゃあ開始サしまーロン・トす。ゥ・ザ・スカイでアウトサイダうん、りょうちが言ったの。りょうちのリクエストだから。はい、じゃあ行きまはい。ーす。の気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンでーす。先週に引き続きゲストで、はい、私？はい。気まぐれラジオをお聞きな皆さん、今日もこんばんは、リオチでーす。よろしくお願いしよろしくお願いしまます。す。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送しています。皆さんお付き合いください。というわけで、先週に引き続きのゲスはい。ト、りょうちさんです。ゲストです。なんか、初めてゲストに来たっていう感じしないね。あれだもんね。だって私のあれ、番組、FM 宜野湾の方で放送しているんですけど、後ね、で後半あたりに番宣してもらおうかな。あ、本当？やっうん、た。いいよ。いいよ。いいよ。ではこの番組の紹介をします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM 宜野湾セカンドで、リスナーさんからの、ツイキャスコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは「ハッシュタグ気まぐれラジオ」をつけてくださいね。ということで、ちょっとツイキャス行こうと思ったんだけど、手が届かない。手が届かないという。ちょっとお待ちを。あった。いいかな。もう今週のテーマをちょっと早速いく前に、今週はりょうちさんから一曲リクエストをいただいてるので、りょうちさんでは曲紹介をお願いします。はい、シャーロン・トゥ・ザ・スカイでアウトサイダーお聴きください。どうぞ。この曲多分短いんで、2分だかそんそうです、ぐらい、2分半です2、3ね。分ぐらい。いいじゃん。それで聞きましょうか。手が微妙に届かないみたいなね。よっよっ。戻します？下に行きます？それとも上に行きます？今この辺で止めといて、あとであれ真っ黒になっちゃいましたよ、な。画面ツイキャス。あれ、あ、つった。ああ、なるほどね。コメントがあれなんじゃないですか。真っあれ？黒になりまあしれ？た。なんで？ コメントのところじゃないのか。なんで？こっちでぐる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 回せば。こっちで私、それ下に行くと真っ暗になるんです。なんで 普通そんなことないんですけどね。じゃあコメント欄の方コメン下トにこしっます。ちで読んだ方こっがちいいで読んかだもし方がれいいかもしれないですね。一応、ないか。メールを言ってからじゃあキャスの方に行こうかな。ワルツのライブってなんだ？俺は手が長いよって。やんばるカンガルーポーさんから。いける。名古屋のダンサーさん4日前に来てるからさ。4日前。
あ、こっちに、うん、うん、あのメールが、あ、メールが、え、すごい、めっちゃ早かった。すっかり忘れてた、先週やつで。そうだから私も読み飛ばしてることあるから、ナルタラさんのこの前読み飛ばしちゃった。はい、まもなく曲が終わります。はい。お聴きいただいたのは、シャーロン・トゥ・ザ・スカイでアウトサイダーでした。はい、では早速、今週のテーマ、先週に引き続きなんですが、いきたいと思います。今週のテーマは、イチャリバ朝礼エピソード。というわけで、先週一通メール来てたんですけど、すっかり忘れてしまってて、今週読みたいと思います。サッチーさん、初ゲスト、リオチさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ちょいちょい沖縄へお邪魔しているダンサーズですが、ラジオを通し仲良くさせていただいている方がいます。お会いした時は飲みに行ったりしていますね。最近では相談にも乗っていただく時もありますね。これがイチャリバ朝礼かなぁと思いますよ。皆さんはどんなイチャリバ朝礼ですかね、と来ております。はい。はい。私は、まあ、イチャリバ朝礼って言ったら、だいたい、でもリオッチの友達わかるでしょ、私とつながってる。はい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 。最近たまーに来るわけさ、LINE が。うんうん。声めっちゃ変わってるけど。おっそろしいぐらいに。恐ろしいぐらいに。へえ、そうなのね。あ、この前私飲みに行ったわ。あ、ほんと？あの子と、そう。ええ。ちょっとね、もう身内ネタやん。わかんないでしょ、リスナーさん。まあ、友達がいて、まあ。共通の友達ね。はいはい。共通の。まあ、それもイチャリバ朝礼ですね。ですね、はい。ちょっと待ってくださいよ。キャスに行こうと思ったんだけども。ちょっと待ちよ。ちょっとね。こっちで開いた。はい。進撃のめいちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。イチャリバ朝礼エピソード、やっぱり飲みに行った時に周りの人が乾杯した時かな。一人で飲みに行った時もあったなって来ておりますね、うん、やっぱりみんな一人飲みが多いのかな。羨ましい、羨ましい限り。私も一人飲みしてみたいわ。だって友達としか行かないからね。なかなかそういうタイミングがないんだよね。僕沖縄市の人間なんで、テンション上がると外人バーに一人で突撃したことありますね。ええ、すごっ。一人はすごい。だってまず言葉の壁がありますね。はい、ね、で僕英語一番苦手なんですよ。あれ、あの勉強で。あれ、でも仲良くなりましたよ。あ、なんかね、そういうのほら、言葉の壁なんていらないじゃんみたいな。米兵の若い子に、わあ、カズムさん、まあ面白いやつだな。こっち可愛い女の子来るからまた来いよみたいな感じのことを言われたんですけど、まあ僕返せないで、オッケーって言ってそのままもう6年ぐらい行ってないですね。キャスの方で、カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん。リオチさん、こんばんは。こんばんは。この番組、日曜日の8時半、民謡の花束に夢中になってます。すっかり忘れてることがあるような気がする。確かに、確かに、確かに、西町の方では民謡の花束やってます。それを、そのパーソナリティさん、西町、はい、このちょうど被ってる時の番組の、うん、バイト先知ってるわけ。え、そのパーソナリティさんのですか。そう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 、行ったのよ、私も番組やってるよって、はいはいはい、でも時間はあえて言わなかった。かぶってるの、かぶってるからね、かぶってるのを言いたくなかったから、だからもう、うん、番組やってるよみたいな、うんうん、だから西町の
パーソナリティさん、まあ今はいないミーカーさんとか、はいはい、ミーカーさんにも行った。あ、そうなんだ。行った行った。やるよーって言って。うんうん。どこから聞いてるかもしれませんな。知れないね。ミーカーさんとかからもうメールが来たら私感動して泣くかもね。多分。まさしさんから、サッチーさん、ミキサーのキャンさん、ゲストのリオチさん、リスナーの皆さん、こんにちは。先週に引き続き、ラジオの放送お疲れ様ですと来ております。お疲れ様です。沖縄大好きさん、ショッタ引き続きの参加だぜって来てますね。で、カープボーイさんから、魂さんといえば今日、ワンマンライブ行くって、今日ワンマンライブあるの？ワルツのライブ行くってってどういうこと？どういうこと？ワルツ？ワルツって知らない。なんだ、どういうことや。名古屋のダンサーズさんからメールありがとうございます。いや、もう4日前に私来てたのに、収録のこの4日前に来てたのに、すっかり先週で読むの忘れちゃってすいませんって感じだったの。ヤンバルカンガルーポーさん、あ、昔青年会長をしてた頃に、早稲田大学を中心としたバインツアーのメンバーと、パインツアー、パインツー、パイン、パインってあのパインかな、パッパパッパパッパパパルの、なるほどね、はい、仲良くなったかな、毎晩大学生と飲んでた、わ、大学生若いな。アメリカの車で遊んで止めたとこともあるよって、小学生の頃のことだけど、どういうことどういうこと、僕は死にませんってやつね。それでしょ、多分僕は死にませんって止めたってことでしょ。まさか。あ、大丈夫よ。まさか小学生の時にそんなことをしたっていうこと。えらい迷惑なことしてますね。ダメですよ、そんなことしたら。ダメダメ。カープボーイさん、もういろんな人にバレてるよね。ん？まゆみちゃんのコンビニ、そうそうそう。そう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 。バレてるよ、多分。多分バレてると思います。ある程度の知ってる人は山川まゆみさんのコンビニを知ってます。バイト先、まあ、知ってるからって別にね、なんか押し寄せたりとかそういうことはしないでしょ皆さん。いやでも、ね、まゆみさんのフェイスブックとか見たら、はい、なんかいろんなのを持ってくる人がいるらしいのよ。あ、差し入れね。差し入れ、まあまあそれは全然いいんじゃないですか的なことをなんかもらいましたみたいな感じでフェイスブックにアップしてたりとかしてるの見る。皆さん常識がある方でね。そうそうそう、いいと思いますよ。私は近所だから。あら、近所だから、近所だから買い物がてら、あ、元気みたいな感じで行くのよ、はいはい、そしたらおーみたいな、うんうん、てかもともと旦那があれじゃんね、私の旦那が、はいはい、もうヘビーリスナーだから、うんうんうん、わかるじゃん。そうね、そうですね、そう、はい、そうなの。だからもう私見たらおーみたいな感じになっちゃうんだよね、うん、どこまでツイキャス行ったかな。あったあった、なんかかぼちゃとかレタスとか、白菜とか家で取れたと言って持ってくるんだよ。あ、そうなんですよ、野菜とか持ってくるんですよね、まゆみさんのところに。なぜか知らんけど、うん、助かりますね。でもね、うんうんうん、まゆみさんの家まで知ってるっていう私。それは言わんでいいからな。言わない。あかんあかん。ヤンバルカンガルーポーさん、違うって。紅白の旗とバリケードにカラーコーンを設置して遊んでアメリカの車止めた。まだ止めたことは一緒でしょ、結果。結果止めてるじゃん。ダメよ、止めちゃ。そう。沖縄大好きさん、まさにイチャリは朝礼ですなって来てますね。ああ、そうね。そうですね。で、武蔵さん、テーマイチャリは朝礼。
学生時代、留学生の外人の学生が僕のクラスに転校してきて、彼は片言の日本語だったけど、クラスみんなで日本語を少しずつ教えながら接していくうちに日本語も上達して友達になった経験があって、今にして思えばイチャリバ朝礼な思い出ですね。来てますね。うーん、あ、私のところにも小学校の時に中国から来た人だったかな、だったと思う、が来て、もう本当に全く日本語わからんわけ。あ、それですごいね。で、学校の途中で抜け出して日本語学校行ってっていう風な感じ。で、私の隣近所だったが実家の、この、あ、じゃあ上の方ね、上の方、真ん中の方、ね、真ん中、私あの沖縄市出身だから。あ、言っちゃった、言っちゃった。言ってるよ、番組で。言ってるか。言ってるよ。そう、沖縄市出身だから。先輩。え？え？急に先輩？先輩。急に先輩って言われても。そうで、中国語ちょこっとだけ教えてもらったんだけど、忘れちゃった。ニーハオ。それぐらいはわかるよね。最近。名古屋のダンサーズさんから、そういえばサイパンの携帯屋で仲良くなった店員さんと飲みに行ったな。お、会話はほとんど英語でした。かっこ適当英語。適当英語で会話コミュニケーション取れるからすごい。逆にすごい、ね、意外と通じますよ。本当ですか。はい、単語とかで、ボディーランゲージを使って。はいはいはい、で面白そうですね。ジェスチャーでなんとかなるってことじゃない。本当本当それ。私もあれだな、ちっちゃい頃に5歳4歳ぐらいの時に東南植物楽園で親と一緒に行ったんだけど、でその時に、まあ、相手は確か外人だったのを覚えてるの、なんか兄弟と一緒にボディーランゲージをしながら鬼ごっことかなんとかやってたよっていう、仲良くなってたよっていう話をじゃあ親から聞いた。だからなんとかボディーランゲージ使えば通じはするみたいよ。まあね、逆だったらさ、ほらアメリカの人がはね、でもアメリカの人はそんなやんないか、ボディーランゲージ。あ、でも結構するはずよ。するか。うん、ね、まあ伝わるんだよ。なんとかなんとか伝わるのよ。あれですよ、僕あの国際試合したことありますよ、サッカーの。すごい。あの家の近所にあのサッカーゴールがある、公園があったんですけど、はいはい、よく小学生の時に通ってたんですよ、友達と。うん、みんなで遊んでたら急にあの同年代ぐらいの外国の子たちが現れて、ちょうど人数が一緒ぐらいだったんで、サッカーのこの対戦をして、お、言葉も通じないのに。めっちゃ盛り上がりました。すごい。私高校の時にバスケ部で、どこだったかな、あのズケランにあるハイスクールとカデナのハイスクールと練習試合しに行ったのは覚えてるけど、そこまでコミュニケーション取らなかったからな、時。だから何とも言えないけど。コミュニケーション取ると楽しいですよね。楽しいですよね。確かに、うんうん、共通の何かがあれば。向こうもそう思ってくれるので、うん、だから本当に通じちゃった時にやっぱり人間ってああってなるんでしょうね。これこそイチャリバ朝礼じゃないですか、はい、ですね。通じちゃうのが大事なんですね。そうそうそう、大事大事。ヤンバルカンガルーポーさんがツイキャスの方でアメリカの車止めた時も OK だけでなんとかなった、ねえ、なんとかなったじゃないですよ。止めちゃいかんよ、それは。それは止めちゃいかんのよ。名古屋のダンサーズさんから、台湾で道を聞かれたこともありましたね。中国語で私は日本人と言ったら日本語でごめんなさいと返された。あ、じゃあ日本語ができる人だったんですね。日本語ができる、台湾の方だったのかな、うん、でもごめんなさいとかだったら片言では分かりそうじゃないかな。うん、まあ、日本人が総理知ってるみたいな、そんな感じだと思う。ノリで、うんうん、
分かるんじゃないかなって思うけど、多様年配の方が日本語喋れる方多いって聞きますからね。なんか聞いたことありますね。外国行ったことないから、あれ僕もパスポートすら持ってないですね。私も持ってない。私も持ってた。あ、持ってた。持ってた。持ってた。過去形？過去形も有効期限切れちゃったからね。あら、もったいない。何年前かに、なんだっけ、あそこ行ったグアム。へえ。グアムはもうほとんど日本だから、日本語全然通じるし、なんならカップラーメン何ドルって書いてあるから。ここ日本じゃんと思った本当。わお、すげえ。私もし行けるとしたら韓国行ってみたいかな。あ、韓国私も行きたい。まずイケメンがいっぱいいるイメージ。あー勝手だね。勝手なイメージが。あの韓国人の男性はすごい優しいらしいから。あ、情熱的らしいですよね。そう女性が強いので向こうは。あとどっか行きたい、行ってみたいとこある？どこだ、あ、でもアメリカは私は行きたいと思ってる、ずっと。私もアメリカも行きたいな。キャンさんはどっか行きたい国ありますか？僕は国で行きたいって言ったらフランスとペルーですかね。ペルー、ペルー親戚いた。あ、まあそうですよね。なんか沖縄にルーツが確かあったような。僕もあのおじいちゃんのおじいちゃんがあのニューカレドニアというところで子孫を残しているので、あのフランス領なんですよそこも。ああなるほど。あ、ここにもフランスという共通点が。すごい。ヤンバルカンガルーポーさんからツイキャスの方で、来週のフリームーンのテーマが行きたい外国だったはず。だったと思う、確か。あ、本当、うん、だったと思う。最近見ようと思って参加したいんだけど、いつもちょっとドタバタしてフリー分気づいたら終わってたって。ああ、この前そういうのありますよね。そうよくある、よくある、うん。名古屋のダンサーズさんから、グアムで携帯屋行った時は英語しか通じませんでしたね。あ、まあ、でも現地だったらそうなのかな。なんかそうなっちゃうよね。みんなに観光の人たちがさ、行くとこは日本集めで、やってるはず。なるほど。名古屋のダンサーズさんから、ニューカレドニア天国に一番近い島。天国に近いんですか？近いのかな、どうなんでしょうかね。高いってこと？高い？標高が高いとか、そんな？どうなんだろう。なんで天国？いや、あの本当にあの風景がすごく自然と、あのなんかマッチして、まさにここは楽園天国ってイメージのところらしいです。あ、ナルトラさんから、来週のテーマその通りですって来てます。私もなんとなく見てたけど。そっか、沖縄に近いらしいですね、この雰囲気は。ああ、じゃあ住みやすいかも。住みやすいと思います。へえ。では来週のテーマに行きたいと思います。来週のテーマは〇〇記念日です。まあ結婚記念日、はい、まあ付き合った記念日、はい、まあいろいろ記念日は皆さんあると思うので、もろもろ。まあそれ決めたのもちょっと私の、なんだろうな、頭の中のコンピューターが決めたことなんで。スーパーコンピューター、ね、スーパーコンピューターが決めたことなんで、はい、サラダ記念日懐かしい。そこですか、ダンサーズさん。サラダ記念日って何？なんかね、そういうのが あるんだよ確か。ドラマか歌かどっちかですね。ですね、歌じゃなかったかな、確か歌だった気がする。曖昧。でもドラマでだったかな。もうよく覚えてないや。はい、ヤンバルカンガルーポーさんから、じゃあもう久高島に行ったらいいよ、神の島って言われてるからねって。確かに久高島行こうって旦那言ってるけど、なかなか行ってくれないんだよね。なんかいろんな、なんか、なんだろうな、この案内板とか久高島のを建てたらしいんだけど、なんかね、写真を撮ったらずれたりするって。怖っ。あそこってなんか男性だから入れないとか女性とか入れないとかありましたよね。
なんかあった気がする。男性が入れないんだったと思います。あ、男性か。はい、入れないところがあるっていう。ああ、聞いたことがある。はい、では間もなくエンディングのお時間となりました。はい、ではまた来週同じ時間にお会いしましょう。今週の相手はサッチーと、はい、ミキさんのキャント、リオッチでした。また来週。お疲れ様でしょう。これを速攻で言ったら私は話のネタがなくなるから言わなかっただけだけど、この再来週のテーマ、再来週のテーマ、あ、再来週のテーマ、さ、いや、すいません、ちょっと早めに終わります。はい、すいません、お疲れ様でした。すいません、遅れちゃって今日。いえいえ。